先生、よろしくお願いいたします。私がツイッター X で投稿したものがございます。それは特に自民党が例の政治資金パーティーにそのキックバックと裏金問題に対して政治刷新会議になるものを作ったけれども、これはまな板の鯉が包丁を握るようなものだと。まな板ので料理されるべき鯉が包丁を握ってどうするというふうに書いたわけでありますが、今日は鳩山政権の誕生と崩壊という話で私が話をしないといけないというのは、何か私自身がまな板に乗ってるのに包丁握ってるなと、自分が追悼で言っときながら自分自身が今包丁握っていいのかなと、そんな気もしないわけではありませんが、どうかご容赦をいただいてしばらくお話を聞いていただければと思っております。そこでそれこそ ISF の木村先生、岡田幹事さん中心のこの ISF がなぜ今こんな台湾政権の誕生と崩壊、もう15年前ですよね、崩壊したのが14年前ですが、15年経っています。15年経ってなぜ今こんな話をするのかということではないかと思います。ただそこで私も思いついたこと、先ほども申し上げましたけれども、あの時も自民党自体が特に、年金記録の問題などを中心として、大変国民から突き放された時期であったと。自民党何やってんだと、けしからんと、政治と金の問題もその中にも入っていたようにも思います。そもそも私が自民党で初当選を知っておきながら自民党を飛び出した理由も政治と金の問題でございました。あまりにも政治に金がかかりすぎる、おかしいじゃないかということで、小選挙区制などを訴えながら政治を変えなきゃいかんというようなことで、最終的に仲間竹村正義さんなんかと一緒に自民党を飛び出したのもございます。それも政治と金の問題が一番大きかった。こんな話してるともう30分すぐ経っちゃうんですけども、ある日三原朝彦元衆議院議員と私が金丸さんのところに呼ばれて、そこにはお金がポンと100万か200万か忘れましたが置いてあった。これはこの筆の持ち代だから持ってきなさいと。ただあんた方は派閥解消を唱えてるようだな。派閥解消を唱えていながら派閥の中にいるってどういうことなんだと。そしたらお前らは派閥を出てからそういうことを言うべきじゃないかということを言われて、その通りだなと思いながら実はその時まだ派閥から出れなかった時代です。その後もう悔し涙で三原朝彦と一緒にこの党このままにいられないなという思いを強めていたわけでありまして、その当時は派閥の中にいて、確かお金だけはもらって帰ったような気がするんですけど、その苦しい境遇をお互いに涙を流して、結果としてそれが自民党を取り出すきっかけになったとも思っております。まあそんなことは過去の話ではありますけれども、まさに
そういう時代、今もまた繰り返されているということでございまして、裏金の問題とか、あるいは無駄遣いがあまりにも激しい、こういった政治に対する国民の怒りは今沸騰してきているんではないかと思っております。もう一つは、私が総理になって所信表明演説を行った時に、確か26回といったかな、命を守りたいという、命という言葉をかなり何度も繰り返して申し上げたのであります。その当時、命が守られていなかったということで、命をまず国民の命を守ることが大事なんだということを大変強く申した覚えがございます。ご案内の通り、簡単に能登の半島の大地震が起きました。今でもどうも本当に初動が遅れてなかったのか、岸田首相は遅れてないと頑張ったりになりますけれども、明らかに遅れていたということは間違いないと思っております。こういう命を守らない政治で良いのかということが言われて当然だと思います。またウィシュマさん、難民の認定の問題で結局亡くなってしまった、そういった命もございました。難民認定の問題とか、あるいはこれは後で植草先生がいろいろお話しされるのかもしれませんが、最低賃金がまだ低すぎるというような問題もございます。それからこれも植草先生が後でお話してくださるんじゃないかと期待しておりますけれども、ワクチンによって、どうやらこの数年、自然に亡くなる方ではなくて死亡者数が変に増えているぞという話もございます。こういったことは当然今の政府は否定しているところでありますが、どうも命が十分守られていないのではないかということは、過去我々が政権を取った頃と同じような問題がまた起きているな、そのように思わざるを得ません。それから極めつけというか、これがある意味で私にとっても原点のような問題ありますけれども、対米従属というものが あまりにもひどいということで、私どもが政権を取った時の私が守れなかった一番大きな、すなわち私自身が総理を辞めざるを得なくなった最大のテーマとして、普天間の移設先の問題がございました。この普天間移設先を最低でも県外、できれば国外ということを私自身の公約として申し上げた、それが結局守ることができずに私自身が総理を辞めることになったわけでありますが、また今対米従属はその後どうなってきたかといえば、アメリカに従って中国脅威論というものが消えていない。昨年バイデン習近平の会談があって少しずつ良くなってきている感はあります。台湾有事の問題に対しても新しい内総統が誕生した後ではありますが、バイデン大統領は台湾の独立は支援しないというふうに明言をしてくれました。当たり前の話ですけれども、そのことを明言されたことは良かったかと思いますが、日本の一部の指導者の中にはまだ台湾有事を煽るような風潮がないわけではありません。さらにはウクライナ戦争において、あっという間にウクライナの支援をして、それは当然ロシアにもたくさんあったわけでありますけれども、ロシアと日本の関係が極めておかしくなってきてしまっている、領土問題、いわゆる北方領土問題もある中で、この問題がいつの間にか完全に消えかかってしまっているというこの状態、そのままで良いのか、結局それもアメリカの意のままに、外交問題、安全保障を従っている結果としてこうなってしまったのではないかと思わざるを得ないわけであります。こういうようなある意味での共通点というものが見出されるからこそ、
今15年ぶりにこのようなことを皆さん方が議論してくださっているのかなというふうに私には感じられるわけでございます。私は先ほども申し上げましたように命を守りたいと申し上げました。小沢一郎先生が国民の生活が第一というその目標を掲げたのも大変国民に対して訴える力が強かったと思います。私ども民主党は市民が主役の民主党というふうに意気がって申しておりました。どうも市民という言葉が必ずしも市民権を、まだ必ずしも十分得てない時だったようにも思います。そういう時だけに国民の生活が第一という言葉がズバリ当たったようにも思います。また全ての人に居場所と出番を与えようではないかと、いろいろと苦しい方々がおられる、それこそ体が万全ではない方もおられる、そういう方に対しても居場所を当然得られるように、そして出番が得られるような環境を作ることが大事ではないかということで、さまざまな工夫をいたしました。コンクリートから人へということはもう大変ある意味で馴染みのいい言葉ではなかったかと思います。まあ、私に40年付き添ってくれております私にとってかけがえのない秘書は実は生婚屋であったもんですから、その生婚屋の息子の秘書として外と関わっていることで彼は相当困ったのではないかと思いますが、まあ、でもコンクリートから人へというそのイメージというものは大変重要であって、こういったコンクリートで固まった大きな高いものを作るよりも人の一人の命に目を心を配るようなそういう政治に変えようという努力を私どもはしたわけでございます。先ほどお話ありましたように、子育て子ども手当の充実をしていかなければいけないということで、1,000,000円それが後になって半額しか認められないという状況でありましたけれども、子ども手当というものを支給しておかげさまで助かりましたという声をかなり至るところでその後伺った覚えがございまして、よかったなというふうに感じております。教育の問題も無償化の議論を行わさせていただいて、高校の授業料の基本的な無償化というものをやっていくことを行ったわけでございますし、また当時医者の医療の問題が大変厳しい環境に追い込まれておって、なんとか診療報酬を引き上げることによってこの苦境を脱することができるのではないか、病院にたらい回しされているというような事態が結構あったわけでありますけれども、そういう問題に対しても診療報酬を若干でありますけれども引き上げたことは結果として良かったと私どもは思っておるわけであります。まあ、そういうような命を守るという立場からの政策というものをいくつも掲げさせてもらいました。またご案内の通り、国と地域で今も沖縄の方々などは感じておられると思いますけれども、なんでもっと地域に配慮しないんだと、国の問題なんだから地域は声を出すなと言わんばかりの状況になりつつあるように思いますけれども、大事なことは私は地域のことは地域に任すことができるものは極力地域に任すべきだという地域主権という考え方が正しいと思っております。それは補完性の原理という言葉で言われておるわけでありますけれども、自分たちでできることは自分たちでやろうと、自分たちでできないときには自分たちより少し大きなコミュニティで解決するように努力しよう、それでもできないときにはさらに大きな自治体で、あるいは最後に
それでもできないときには国家がそこに協力をしてもらおうというような発想が大事ではないかということでございまして、そのような補完制度原理に基づいた地域主権の国家づくりということを、これは原口大臣などが大臣として大変力を入れてくださったことでもございます。感謝を申し上げたいと思っております。先ほど申し上げましたように、その対米追随の外交に対して私たちは技術した外交というものを取り戻さなければならないということを主張してまいりました。現在もしかしそれが十分ではないというか、全くその方向になっていない。東京の方が羽田から飛び立つ時にも感じられると思います。横田空域というものがあって、日本の飛行機はそう簡単に入れない空域があると、沖縄に入る時も同じような状況が起きておりまして、こういったことを一つとってみても、自立した外交姿勢というものをもっと強く独立国として持たなければいけないのではないかと、私が常に申し上げているのは、あと21年で1500年になります。1500年経っても、日本の領土の中に、アメリカ他国の軍隊が入って、その公然と思ってしまう、それは当然ではないよと、できればそのような米軍の力に弱らずに、この国の安全が守れるような環境を作るべきではないかという方向に私は動く必要があると思っておりますが、なかなかそのようにならないのが現実でございます。さて、こういった私どもの基本的な姿勢に政権の5原則ということで書かせていただいております。簡単に申し上げてまいりますと、よく私どもが使ったのが官から民だという発想でございます。これは官僚任せにするのではなくて、政治が最終的な結論を出した時には責任を持つんだと、何か行ったら官僚が悪いとか人が悪いみたいな話で逃げる政治家が多いわけでありますが、そうではなくて、官僚任せではなくて政治家自身が責任を持つ政治にしたいということであります。そのことが、ただ官僚の不満を買ったことは間違いないと思っておりまして、事務次官会議などをなくしたりして、あるいは物事を決めるときに官僚の皆さんには入らないで、政治家、大臣、副大臣だけで物事を決めようというようなことを行ったこともございまして、こういったことが官僚の不満を高めて、自民党と官僚がもう癒着をしておるわけでありますから、早くこの政権を倒さなければならないという気持ちに彼らがなったとしても不思議ではなかったかと思います。また政府と与党、自民党政治の時には自民党と政府というもので、二元で政策を作って、どっちかがやられる時はこちらが自分たちはこうなんだみたいなことで逃げを打ったりしていたわけでありますが、そうではなくて、内閣に政策決定を一元化をした。その結果、私は党の中に不満がたまった可能性があると思うんですけれども、党の中の政策調査会というものを少なくとも一時的にはなくしたわけでございまして、政策はもう政府で一元的にこう責任を持とうということを行いました。またこれはよく言われる話でありますけれども、省庁の縦割りの行政ではなくて、いわゆるこの官僚主導の国益を大事にするという発想に立たなきゃいけないということで、実は内閣人事局の構想というのは民主党時代に出てきたわけでございますが、それは民主党時代には実現しないで、
安倍政権で実現をして、どうも安倍政治が欲しいままに権力を握る手段となってしまったということで、権力というか力というものが正しい方向に使われれば良いんですけれども、正しくない方向に本来ならば国民のために使うつもりであった武器がそうではなくて自分たちの保身のために使われたらとんでもないことになってしまうということが示されてしまった一つの例ではないかとも思っております。また縦型の利権社会、政官業の癒着の時代から横型コミュニティを重視するそういう社会に変えようではないかとか、あるいは先ほど申し上げましたけれども、中央集権的な国家の在り方ではなくて地域主権の国家にしようと、こういう五原則を私たちは打ち立てて、その方向で物事を決していこうということを決めてきたわけでございます。そしてマニフェスト選挙、選挙において皆さん覚えておられるかどうか分かりませんが、こういうマニフェストというものを作って覚えておられますか。こういうもので、やらせていただきました。この皆さん方に1ページだけ差し上げられるかどうかちょっと分かりませんが、こういうその中に鳩山政権の政権構想の中でも先ほどの五原則などが書かれておりますし、その後マニフェストでどういうものが大事で、そのことをいつまでに、実現させます、いつまでにどのぐらいの予算を費やして作りますということなども書かせていただいております。こういうマニフェスト選挙というものがどうもメディアやあるいは自民党などの批判なんでしょうか。本来私はこういったマニフェスト選挙というものはうまくというか、国民に政策の実行との責任と、それから予算をどのぐらい使うかというようなメドなどを示す大変私はふさわしいではないか、やり方ではないかと思っているわけでありますが、私どもが2009年にやってから必ずしもマニフェスト選挙にはなっていないというところが私とトランカ点がいかない思いがいたします。さて、まあ、具体的な重要な政策に関しては先ほど岡田委員の方からもお話がありましたから、私から特に申し上げる必要もないと思っておりまして、子ども手当あるいは公立学校の高校の実質無償化、農業の個別所得保障制度、あるいは特別会計、これは事業仕分けというものを行って、国の総予算を決定的に効率化しようと、無駄が多い国の予算の無駄を徹底的に減らそうと、そして徹底的に減らすまでは消費税にはタッチしないということを約束をしてたわけであります。どうしてもそこまでもう切り詰めても無駄を全くなくしても、それでもどうしても足りないんだというときに、国民の皆さんに選挙を通じてお願いをして消費税の増税の議論をしてもらおうと。ただそうでない状況の中で消費税の話は我々はタッチしてはならないということを示し合わせて政権を取っていたというのでありますが、まあ、それが反政権になって野田政権の時に消費税増税という方向になり、国民の信頼というものをかなり失ってしまったように私には思えるわけでございます。また国家公務員の天下り斡旋を禁止するということも行ったわけでございます。ただできなかったこともここに羅列してございまして、衆議院の定数を80削減しようとか、あるいは
この日米地位協定を見直そうと、あるいは東アジア共同体というものを作ろうというようなことを、そんな簡単にできる話ではないわけですけれども、その方向が必ずしも実現できなかったということは大変申し訳なかったなと、そのように思っております。さて、ここからがむしろ皆さん方にとってみれば、本論ではないか、すなわちなぜ、判明に終わってしまったのか、うまくいかなかったのかということでございます。その一つは、私自身の個人的な問題でございまして、皆さん方に大変、申し訳ない思いをさせてしまう、申し訳ないというと思いますが、いわゆる揶揄されたのは母からの子供手当だと、子供手当としては大きすぎるなみたいな話がありまして、実は政治にはそれなりの金がかかる、でも鳩山はどうせ金持ってるんだろうからということで、企業の方からまず、ほとんどというか全くというぐらい、寄付してくださる方はおられなくて、そのことを私も十分知っていればよかったんですけれども、一切任せてしまっておったものですから、諸君が困って、母に泣きついて、母から、私には内緒よということで、この資金提供してくれていた。その結果、最終的には贈与税を支払うという形になったわけでございますけれども、母からの子ども手当をもらっていたなということ、これ自身、私はこういうことで、政権の批判が高まり、そしてそのことによって、民主党がやりたかった政策というものがうまくいかなかったということになれば、とてもそれは申し訳ないことでありますから、引責しなければいかんなということは理解をしていました。ある意味でこれが一番大きかったかもしれません。ただそれだけではなくて、特に最終的に私が辞めるという結論を出したのは、普天間の移設先のが辺野古に舞い戻してしまったということでございまして、そのことが最大の私の約束を守れなかった問題だと思っております。そこのところに3の3にいわゆる65回り問題というのがございます。いろいろと実は普天間の移設先に関しては、今日来られている川内先生じゃないでしょ。ガムテニアンというところがあるじゃないかと今もしもいただいた。ただ時間的な問題も含めて、私には十分そのことに対して、考える理由がなかったことも申し訳ないと思っておりますし、今から思えば国内にする必要はまるでなかったというふうにも思っております。むしろ今辺野古に作っても普天間は明け渡さないぞというふうに平然と彼らは言っておりますから、普天間の県政の除去のためにみたいな話で、そのためには5年間とかいう話を最初言ってましたけれども、あと十数年最低でもかかるという話で、しかもそれが終わっても辺野古ができても普天間を移設しないという話になれば、全く約束を保護にするということになるわけでございません。まあ、その時に私が辺野古に戻してしまったデマをしました。その最終的に結論を出さざるを得なかったのが65回り問題でございまして、訓練、沖縄で訓練をしている、訓練の一体性のために
その沖縄の北部において訓練をしているところから65海里以内でなければ移設は先はないよということで、要するに65海里120キロで円をその訓練場からかけますと、結局は敵地は沖縄以外ではありえないということでございます。そのことが後でこれは川内議員が調べていただいて、あるいは川内先生にも一人には先生と言って一人申し訳ありません。いや、私はもうどうでもいいよね。実際にはこれはアメリカがそんなことを言った覚えはないということで、アメリカにもマニュアルに書いてあるみたいなことは嘘であったということが後で分かって、結局役人はその騙すた総理を騙すためには平気で嘘をつくなということが後で分かったわけでございますが、当時私は全てそういうものを信じてしまう、私は信じやすい性質が一番良くないのかもしれませんが、信じてしまったら私が悪かったと、バカだったということでございます。まあそういうことがございましたが、やはり一番そのことが原因でありました。ただこの冷静に考えますとですね、なぜこの政権取った時に政官業政治はまあ自民党だからそういう時になるのはしょうがないんですが、官僚を敵に回したのか、それ今日いわゆる企業の大企業の皆さん、特にこれは私が2020年までに90年で 25% CO2 削減しますみたいなことを言ったことに相当反発があったというのはありますけれども、企業側も敵に回してしまった。もともと自民党とくっついておりますから、そうならざるを得ないということかもしれません。あとアメリカは、言うまでもありません。それからこの植草先生の言葉では伝ということですけれども、ここでは法と書いてしまっていますが、いわゆるメディアですね、メディアを敵に回したと、いろんなことをやろうとして記者会見のオープンとか記者クラブ制も考え直せみたいなことも言ってたものですから、相当それを敵に回してしまったなというふうにも思います。そのことを考えたときに今後どうすればよいかということであります。すなわちこれから政権をもう一度奪取するためには、政官業政言あるいは法、それを全部を敵にするのではなくて一つ一つ片付けると、あるいは少なくともどっか味方にくっつけておかないと難しいぞということではないかと、私は今反省をするとしてはそこにあるのではないかと思っております。ある時にあるジャーナリストに伺ったら、いや他をどんなに味方にしてもいいからメディアを敵に回せというふうに、メディアを変えなければどうしようもないぞというところまで来ているよということを言われました。そういう意味で ISF を作られた木村先生の経団というものが価値のあるものだというふうにも思うわけであります。こういったメディアをどういうふうに変えていくかということが、メディアを信じる国民性が大変あるのが日本ですから、そこをどのように変えていくかというのが大変大きなことになるのではないかとも思います。最後に、政権交代を導くにはどうしたらよいのか、これは後で植木先生からいろいろとルールお話があると思いますが、私はこの民主党結党の時に行ったような、この指止まれ方式が良いのではないかと、すなわち、政策というものの柱を立てて、それも分かりやすいいくつかの柱を立てて、その柱に協力をするという人たちができれば政党というものを超えて飛び出して行動をしていくという、そこに潔さというものを国民の皆さんが見出して関心を高めて、そして
大きな流れを作っていくことができるのではないかと思っております。また野党時代にもう何かいい格好をしたくなって政権に対する批判が半ば腰が浮いてしまっているような状況も見られるわけでありますが、野党時代の自民党を見習えばとにかく政権批判を行うと、どんなに小さいことであってもそのことで、やりすぎだよとかこんなことまでやるのかとメディアが、まあ、いろいろと批判をしようともですね、批判を続けるべきではないかということでございます。それからでもやはり大事なのは、私は先ほど申し上げたようなマニフェストというのは決して無駄ではなかったと思いますし、それも真の意味で日本をこのようなことをやれば独立国日本になるぞというようなメッセージを持ったマニフェストを作って戦っていくということが大事ではないかと勝手ながらそのように思うわけでございます。改めて15年ぶりに自己批判を含めて鳩山政権の崩壊の話も申し上げさせていただきましたが、ぜひ今日ここにお集まりいただいた皆さん方が、この過去の話で終わるのではなくて、それをいかにして未来につなげることができるかという視点の中で、大きな光を見出していただければ大変嬉しく思っております。以上で私からの陳述をこれ終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。おはようございます。ありがとうございます。ただ、私の方から1点だけ、この後時間もないということですので、冒頭にも申し上げました、日米合同委員会の存在をいつ知られたのか、その問題を今どう考えておられるのかを短めにお願いいたします。日米合同委員会のことは、漠然とは、この側聞程度に聞いておったんですけれども、その存在の不可思議さというものを聞いたのは、総理を終わってからでございまして、その存在というものがいかに密室の中で国民には知られない中で密約が結ばれて、それが憲法の上に存在してしまっているという存在が、この国の対米従属の姿勢を顕著に物語っていると思います。したがって日米合同委員会というものが皆さん方のさまざまなご協力のもとで、まあ池田先生がいろいろと話しておられるようでありますが、この日米合同委員会というものの存在というものを覆すような動きというものを作っていかれることは大変貴重ではないかと、大変感心しながらその行動に対して注目をしておるところでございます。以上です。ありがとうございます。尋問に正直に答えていただきました。ありがとうございます。改めて鳩山先生に拍手をお願いします。それでは次に、植草和秀先生の方からですね、ご報告をお願いしたいと思います。植草先生は日本で一番よく読まれているブログをですね、情報発信をされて、おられまして、私どもの ISの方にもですね、一部をですね転載させていただいております。また動画出演もですね、何度かしていただいておりますけれども、今日詳しいですね、ご報告をですね、していただけるということで、どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました植木さんでございます。今日は鳩山政権の誕生と崩壊というテーマでシンポジウム。鳩山先生ご自身もご登壇されると非常に貴重な会議を招きを賜りまして大変ありがとうございます。ただいまの鳩山先生から貴重報告がございました。この後川内先生、原口先生という真打ちが登場されますので、その前座を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。いろいろと思うところ多いわけでございますけど、時間も限られておりますので要点をかいつまんでお話しさせていただきます。手元に資料を用意していただいておりまして、大きな紙の資料がございます。2枚紙で表と裏ともう1枚の一面を使った資料でございます。資料は横に左から右、下の段に行って左から右という形で進んでまいります。で、とても見にくいんですかね、はい。2009年8月30日の総選挙で鳩山内閣が誕生いたしました。日本政治史上の金字塔だとこのように思います。今日のシンポジウム含めまして、その、概要を今日の私のブログメルマガ植草和秀の知られざる真実というものですけど、こちらに書いておりますので、またお帰りになりましたらご覧いただければと思います。この2009年の選挙でございますが、私は実はこの年の夏、冤罪事件で東京拘置所に収監されておりました。私、この選挙の日程に合わせて私を収監したんだというふうに私は理解しておりますけれども、獄中からですね、手紙の発信というのは数限られているわけでございますけれども、その大半を鳩山先生宛てのお手紙という形で書かせていただいたことを思い出す次第でございます。一言で言うとですね、日本の政治をどうしたらいいかということですが、戦争と弱肉強食と、これが今の政治です。戦争が一つの軸、もう一つが弱肉強食と。弱肉強食ということは多くの人が、下流に押し流される、こういう政治ですね。これを平和と共生の政治に変えると、これが私の希望でありまして、オールジャパン平和と共生という運動を鳩山先生最高顧問になっていただいて今やっております。今ガーベラの風というふうに少し親しみやすい形に名前を変えましたけれども、ガーベラの風という形にしました。麻生内閣の時代に鳩山先生党首討論立たれて、やはりその弱者に対する思い、お金がなくて修学旅行に行くこともできない子供がいるんだという話を鳩山先生切々とされたのを私テレビで見まして、本当に涙が止まらないことがございました。一番の重要な点はやはりその共生と、ガーベラの風の目指すところは、誰もが笑顔で生きていける社会を作ると、つまり政府が全ての人に保障する最低ラインを引き上げると。上の部分で競争があっていいと私は思っているんです。自由は別に否定しているわけではないんです。ただ、全ての人に政府が保障する水準を引き上げる。それによってみんな笑顔で生きていけると、そういう社会を目指したのが私は鳩山内閣であったのではないかと思っております。で、2010年に私は日本の独立という本を出しました。その出版記念の講演会に鳩山先生、駆けつけてくださいました。この国の形と書いておりますけれども、日本の国の形についての私の理解を書きました。2つのポイントがあります。今の日本はどういう姿なのかというのが一つ、それからもう一つは、孫崎先生戦後史の正体という本を表されましたけれども、戦後史を見つめ直すと、この2つがポイントなんです。で、時間がありませんからかいつまんで申しますけれども、敗戦後の日本、
1945年から47年の2年間は本当の民主化の時代がありました。いわゆるニューディーラーと呼ばれる方々が日本で民主化を進めた、その集大成が日本国憲法です。ところが1947年にトルーマンドクトリンというのが出されて、アメリカの外交政策の基本はソ連封じ込めに変わると、これに連動して対日占領政策は180度転換するわけですね。それをまあ逆コースというふうに呼んでおりますけれども、それ以来戦後の民主化はそこで中断されて、米国が支配する日本、共産主義に対する砦としての日本という形で切り替えられた、その延長線上に今ある。この1947年の戦後史のこの分断のところを正しく捉えることが大事だと思います。2点目にですね、この国が果たしてありますけど、私は日本を支配しているのは基本的には米国が支配者である。この米国支配のもとに官僚機構、大資本、そして利権政治勢力、米官行政、そしてこの支配体制を構築する、なので最大の力を発揮しているのがメディア、メディアコントロールという言葉がありますけれども、この電米官行政電、この利権複合体の構図を明らかにしようとしたのがこの本であります。米官行政電って5つあるので五角形、五角形のことペンタゴンと言いますので、米官行政電の悪徳ペンタゴンと、まあ、こういうふうに名付けましたが、より正確に言うとここにあるようにピラミッド構造なんですね。上にあるのが米国、米国が支配すると、その支配の一翼になるのが、官僚組織、そして大資本、利権政治勢力、そして電波産業が、まあ、こういう理解でございます。で、鳩山内閣、この2009年8月30日の選挙で誕生いたしましたが、まあ、日本のこの政治の構造を根底から変えるという方針を出したと思います。まずアメリカが支配するというところから脱却する、まあ、象徴がこの辺野古の問題、普天間の県外国外移設、これを出した。で、官僚支配の構造、この象徴というのが天下りの構造です。天下りの根絶を出した。これと表裏一体が消費税ですね。天下りを排除しない限りは消費税増税許さないと、それを一番大声で叫んだのは野田佳彦さんという方なんですね。2009年8月15日の大阪街頭での演説、野田佳彦の白輪演説というですね、 YouTube で映像をご覧いただけます。これ私のブログで紹介して一気に拡散して、2012年の通常国会の冒頭で各野党が取り上げる、まあ、そういう動画になりました。ただ3つ目に、大資本が政治を支配する構造を打破するために企業団体献金の全面禁止、これは2009年の西松事件に際して小沢一郎当時の代表が打ち出した政策です。まあ、こういうことでいわゆる米官業が支配する日本政治構造を根底から刷新しようとした、先ほど片目先生がお話になりましたけれども、日本の支配者に三正面作戦 で全面対決を挑むということになったために、逆に総攻撃を受けたという面があったように思います。で、鳩山内閣直接の崩壊の主因はですね、この辺野古の問題でございますけれども、私はその、獄中から手紙を出しまして、この辺野古の問題は非常に取り扱い難しいなということを感じておりました。で、コロナで亡くなられましたけれども、岡本さんというですね、外務省の方がと鳩山先生がお会いになって、抑止力という言葉を使われた時に私はやられたというふうに直感したわけでありますけれども、まあ、結局この、辺野古の問題はうまくいかなかった。ただよく見るとこの鳩山内閣の中にやっぱり便宜腐敗があったと、まあ、先ほど外務省の話がありましたけれども、平野官房長官、岡田外務大臣、北沢防衛大臣、そして前原沖縄担当大臣、この方々は鳩山総理の指揮命令というよりやっぱり横田政府の指揮命令に従っていた節が強いと、
ここは実はウィキリークスがさまざまな情報を暴露しています、非常に重大な情報を暴露されてあまり大きく報じられていないんですが、そういうことがございます。で、2010年6月に政変があり鳩山内閣が終わってしまったわけでございますけれども、それを、もたらした一番の要因、米官僚と、官僚組織にも、消費税封印するというタガをはめましたし、ただやはり一番大きかったのは米国に対する対応と、これが大きかったのではないかと思います。鳩山先生はこの駐留米軍の撤退必要性にまで言及しておりましたが、アメリカの基本的な対日政策の基本はですね、米国が望むだけの軍隊を望む場所に望むだけの期間駐留させる権利、これはもう永遠に保持するんだ、そういうところに踏み込んでくるやつは許さないと、そういう側面があったのではないかと思います。で、私は2010年問題というふうに表現したりしてるんですけれども、2010年、日本の政治のまさに分岐点、2009年に誕生しました鳩山内閣が2010年7月の参院選でもう一度勝利を収めていれば日本の歴史は全く変わったと思います。2009年9月に政権は樹立されましたけれども、ここはじゃあ政権交代は目的ではありません。手段です。新しく日本を変えるための手段。ただ本格的に日本を変えるためには衆参ねじれを解消してしっかりとした体質を整える、その意味では2010年の参議院選に勝つということは極めて重要だったと思いますが、逆に言えばこれを破壊しようとする勢力がそこにターゲットを絞って2010年7月の参院選での民主党敗北を誘導したと思います。で、ちょっとあの話に戻りますけれども、鳩山先生は未だにメディアから叩かれます。歴代総理の中でこれほど叩かれている方鳩山先生しかいないと、このように思いますが、これ逆から考える必要があります。叩かれることは本物の証明と正義の証明と、実は私もずっと叩かれてきましたので、それ叩かれたり攻撃されたりするというのは正義の証明なんだと、このように開き直ってというかですね、そういうふうに見ていただきたいなというふうに思うわけでございますけれども、それほどまだ鳩山先生は警戒視されているわけですね。本当に脅威なわけです。そのために攻撃を受けているということだと思います。で、2010年問題です。これも細かくお話しする時間ありませんが、一つは小沢さんが、人物破壊攻撃の対象になったと。これも本当に取るに足らぬことを、巨大な犯罪事件のように取り上げ、これが西松事件であり陸山会事件でありますけれども、これで攻撃を受けた鳩山先生も同様であります。で、2010年に、この普天間の問題で鳩山内閣が崩壊するわけですが、その後に、9月にですね、尖閣中国漁船衝突事件も起きている。この年の年末に沖縄知事選、伊波洋一さんが立候補しましたが中山さんが当選しました。これ全部同じ流れということです。で、菅さんはですね、この鳩山内閣の途上で、ワシントンに行って、アーリントン墓地で、喧嘩といっても殴ったり蹴ったりしたわけではないんですけれども、お花をあげるというですね、喧嘩をしまして、ただこれも非常に異例なことということで、これはアメリカに総理大臣になるための面接試験に行ったんじゃないかなと、そういうふうに思うわけですけれども、次のこの画像がですね、尖閣の漁船衝突試験、これも細かく話すと時間がなくなりますので端折りますけれども、この事件が起きた一番の要因は何かというと、2010年6月8日、これ菅直人内閣がスタートしたその日です。その日に閣議決定を行っているんですね。どういう閣議決定かといいますと、尖閣諸島に関する我が国立場は、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないというものであると。つまり、何言ってるかというと、日中の棚上げ合意はなかったと、こういう閣議決定してるんです。
ただ実は棚上合意はあった。棚上合意って何かって、尖閣の領有権問題は難しいので将来解決しましょうと。これが1972年78年の日中国交正常化の際の日中の取り決めです。これはですね、丸崎先生が明らかにされておりますけど、1979年5月31日の、読売新聞社説が棚上げ合意はあったということを書いてるんです。あの読売新聞に書いてるわけですね。でこの棚上げ合意に基づいて日中漁業協定が締結されて、尖閣の海域の漁船取締りは自国漁船のみを対象と。相手国漁船は外交ルートを通じて連絡と、こういうことになっていたのを6月8日の閣議決定を受けまして、前原さんがこの尖閣海域の漁船取締りを日中漁業協定基準ではなく国内法基準に変えるわけです。それによってこの海域に入った中国漁船を追い回して確保して、逮捕したと。これが事件で、これをきっかけに日中関係が激烈に悪化した。その影響を受けて目論見通り、伊波洋一さんが沖縄地震で落ちて中山さんが当選したと、こういう経緯がございます。で、菅さんというのは私も実は親しくさせていただいていた経緯がございますが、片山さんがどう潰されたかを横でずっと見ていた方だと思います。これ私は小太りじいさんの悪い方のおじいさんと呼んでるんですけれどもおじいさん、こぶを取ってもらって横で見ていてですね、ああすればいいんだと、見ていた、後から出てきたおじいさんですけれども、やっぱり大蔵省に喧嘩を打った、アメリカに喧嘩を打った、そして大資本排除の動きを取ったためにやられたので、全部ひっくり返したと。これが菅内閣だったのではないかと思います。でその後受けた野田内閣が消費税増税に突き進んでいた。それによって国民の信頼が失われて、民主党は2012年12月の選挙で大敗と、安倍自民党に大政奉還したわけですけれども、この2012年12月の選挙もなぜ12月選挙だったのか、こういうことが疑問として残ります。年が明けてもよかったはずなんですね。それが12月に選挙だった最大の狙いは、小沢さんの作った新党、小沢新党に政党交付金が下りないようにしたこと。年が明けるとですね、これ50人も国会議員いますから巨額の政党交付金入ります。それを遮断するために年内選挙を断行したと。これはよく自爆テロ解散と言われますけれども、それ間違いです。自爆テロ解散でなく自爆解散なんですね。自爆テロの場合相手に打撃を与えますけれども、これ単に自爆しただけの選挙、民主党が選挙で大敗して大政奉還した、そういう選挙だと思います。でちょっと話は変わりますけれども、岸田さんがよく言うですね、価値観外交と、自由人権、民主主義、法の支配、市場経済と、なんかこうなんとかの一つ覚えみたいな感じでよく言われていたんですけれども、一見するともっともらしいんです。これ中身二つに分かれます。自由市場経済、これが一つのグループ、もう一つのグループが人権民主主義法の支配で、後ろ三つはおまけだと思います。この核心は自由と市場経済。アメリカが今行っている、ディープステートな言葉もありますけど、この世界戦略は自由と市場経済を世界中に埋め込んでワンワールド、一つの世界にすると。これが何をもたらしているかというと、究極の弱肉強食です。最終的な狙いは、ほんの少数で全人民を奴隷支配すると、そういう方向に日本経済も着実に今動いているんじゃないかと思います。アメリカはそれをですね、言うことを聞かなければ最終的には、力の行使も辞さないという、これを私は21世紀型新帝国主義というふうに名付けております。でこの資本主義の根幹なんですけれども、これリバタリアニズムという言葉を使っていますが、資本主義の根幹は市場原理の不可侵性と、もう一つは私有財産制の神格化と、つまり全て市場に委ねる。
経済再生の進化化って何かというと、自分が稼いだお金を政府に取られないと。社会保障って何かというと、お金持ちからお金を取ってそれを弱い人に渡す、これを所得再分配、これがリベラリズムなんです。だそれは嫌だと。私が稼いだ私のお金一切取るなと。ですから税金はゼロにしろと。これは究極の資本主義ですね。でこの方向に実は今世界は動いている。ただかつて世界が成長できた時には大資本が利益を上げるのは優しかったんですが、それが難しくなってきたので、これを、資本主義の断末魔とこの年初に本を出しました。ぜひお読みいただきたいと思うんですけれども、成長の限界に直面した巨大資本が利益を悪なき利益追求のために今何をやってるか、この断末魔の叫びを上げる、巨大資本が作っているビジネスモデル、これ私断末魔ビジネスモデルということで、DBM と、DAIGO みたいな感じになってきてるんですけれども、DBM と断末魔ビジネスモデルで、中身は何かというとですね、キャッチフレーズこう WPF と、UPF となりましてね、ユニバーサルピースフェデレーション、天宙平和連合という安倍さんがメッセージをビデオメッセージを送った統一教会の、組織ですけれども、それにちょっとなぞらえて WPF と、あちら UPF、こちら WPF で、何かというとウォーパブリックフェイクと、これが断末魔ビジネスモデル DPM、 これはちょっと流行らせていただきたいんですけれどもなんですね。それ何かというと、まずウォー戦争です。戦争は巨大資本の利益のために人為的に作られてるんです。ウクライナもそうですし、次に狙われたのは台湾です。で、日本の軍事拡大というのは何かというと、アメリカの軍産複合体の利益拡大、そのための軍事費拡大。そしてパブリックって何かというと、今や、地道にビジネスやるよりはですね、パブリックからお金かっさらった方が手っ取り早いと、これがパブリックです。ですから一つが逆所得再分配、もう一つは民営化という、聞こえはいいんですけれども公的事業を奪っちゃうと、水道とか空港とかですね、こういうのを奪っちゃう。だからフェイクって何かというと、私は国際特殊詐欺ビジネスモデルと呼んでるんですけれども、その代表がワクチンと SDGs と、SDGs も非常になんかいかがわしいですね。温暖化もどうかよく分かりませんし、ただこういう形にやるとパブリックのマネーをボソッと取れるということが行われていると思います。で今岸田さんが岸田さんの方針で岸田さん方針と呼んでるんですけれども、一昨年の年末に3つ出しました。軍備拡大、そして原発全面推進、さらに大増税検討と。これ今申しましたPFW なんです、WPF なんですね。つまり戦争、アメリカの戦争ビジネスにお金を提供する、それからフェイクビジネス SDGs にかこつけて原発全面推進、そして逆所得再分配、これちょっとこの後申しますけれども、財政を使って巨大資本が儲けてしまうと、こういう構造が実は今広がっております。でその一つの象徴が税、消費税ですけど、1989年度から35年間で消費税500兆円集めました。ところがこの同じ期間に個人の税負担290兆減ってるんです。法人の税負担が320兆減ってるんです。500兆集めたり610兆ですね、減税してしまってる。この恩恵を受けたのは大資本と富裕層です。これこそまさに逆所得再分配の典型ですね。消費税で一番苦しいのは所得の少ない人です。年金生活者からも消費税巻き上げるわけですね。でもう一つ申し上げたいのは日本の財政なんですけれども、日本の財政、一般会計、特別会計、最終準計とありますけれども、1年間の政策支出は合計で、ちょっとここに書いてないんですが、23兆円なんです。社会保障とコロナ、防衛費除くと、政府の財政支出、一般会計、特別会計、この本の中に書いてありますからご覧いただきたいんですが、23兆円、1年間予算編成して
吸ったもんでして作ったよさ、コロナ禍に公共事業から食料安定供給からですね、文教予備科学技術振興、エネルギー対策経済業すべて入ってます。23兆で1年間やりくりしてるんですけれども、一方で補正予算がもうデタラメなんです。2020年度は73兆補正予算組んだ、21年度は36兆円です。22年度は32兆円、23年度13兆円、この4年間で補正予算だけで154兆円予算計上しています。本予算の方は1年23兆ですから4年合わせても92兆なんです。でそれがまたこれも若く言うとあれなんですけれども、あの73兆もですね、ほとんどが立憲予算と、ここに書いておりますが、コロナの医療関係だけで16兆出しています。そのうち6兆円が病床確保と、ベッド確保でも、ほとんど入院させてもらった人いないんです。全部病院が丸取りです。ですから尾身茂さんなんて方いましたけども、地域医療機能推進機構と、ここはもうお金もらいすぎてお金余ったの資金運用に回してたと、こんなニュース出てるわけですね。だからワクチンで 4.7 兆円と、 4.7 兆円のうち 2.4 兆円がワクチン代金、ワクチン打つ費用が 2.3 兆円と、 2.4 兆円のワクチン、まあ、8.8 億回分のワクチン代です。日本に1億人ぐらいしか打つ人いないんですね。なんで 8.8 億回分も予算計上してるのかと。で打つ方も、まあ、皆さんもう大推進してましたが、あれ打つたびにもうチャリンチャリン音がしてるんですね。もう 2.4、3兆円もワクチン代金入ってきますから、まあ、こういう利権構造だった。ちなみにですね、実は日本は人口100人あたりのワクチン接種回数300回、堂々世界第1位なんです。日本がもう世界ランキング1位になってほとんど最近ありません。なんか社会保障の貧困さとかそういうのではランキング上位に来ますけれども、上位1位ありませんが、ワクチン接種回数だけ日本世界1位です。100人あたり300回、まあ、こういう状況です。で今日本どういう状況になっているかというと、年収400万以下の方が5割超えてると、200万以下の方が2割超えてると、もう超格差社会になっていると。これは、れいわ新選が公開で使ったパネルなんですけれども、世帯所得、この平均中央値がですね、25年間で131万円も減ってるんです。日本はもう30年間経済成長ゼロと、その間中国経済は25倍になってるんです。アメリカ経済の3倍になってるんです。日本は 75%、 1995年の 76% の GDP は縮小してしまってるということです。でこういう中で、まあ、政治の問題なんですけれども、アメリカ日本支配に続けるために何をやっているかと、3つのキーワードで私は表示しております。動員妨害分断と、動員というのは何かというと、選挙の時に自公に投票する人が人口の 25% いるんです。この人たちを必ず動員すると、もうちょっと具合悪い人は送り迎えまでして動員する。だから75って何か、残りの75の人にはできるだけ政治に関心を持たせないようにすると、政治に関心を持つのを妨害する。一番のポイントは分断です。反自公の勢力を2つに割ってやれば必ず自公が勝ちます。ここが今後のポイントだと思います。で時間も来ておりますので、要約いたしますけれども、今この日本の野党の分断に一番尽力しているのは誰かというか連合なんです。で勝共の連合というふうに呼んでおります。今の連合というのはこの旧同盟系が実権握ってるんです。六三別と言われてるんですけど、この同盟というのは何かというと、1960年に民社党が作られました。その支援母体が同盟なんです。この民社党というのは CIA の資金が入って作られているんです。何が目的かというと、野党が一枚岩でまとまらないようにそれを分断するために民社党を作った、それが同盟です。その同盟が今連合の実権握って、この同盟はもともと国際勝共連合と非常に密接な関わりを持っていたんです。でそういう意味で私は連合は勝共の連合と呼んでますし、より分かりやすくするためには国際勝共連合というふうに名前変えた方がいいんじゃないかなというふうに提案させていただいてるんですけども、
ここが何をやってるかというと、野党が一つにまとまるのを徹底的に壊すんです。どういうやり方で共産党と共闘するんですか。で、共産党と組む勢力と組まない勢力二つに割れれば必ず事故が勝ちます。ですからもう、まあ、吉野さんなんか最近あの自民党の大会にもよく出てますから、もう隠さないのになっておりますけれども、完全に自公の応援団と、こういうふうに理解する必要がございます。で、私たちそのガーベラの風では、とにかく誰もが笑顔で生きていける社会を実現するために3つの基本政策、まあ、これは最低賃金、政府の負担で1500円全国一律、から生活保障制度を確立する、からこの逆進性の強い消費税を減税ないしは廃止するということを活動を続けております。で、まあ、そういうことでですね、これからやはりこういうみんなが生きていける、一番大事なのはやはり全ての国民に保障する最低保障をしっかりとするということですね。それから消費税を下げる、さらに、戦争しない、戦争ではなく平和外交によって平和を築く、まさに鳩山先生の路線なんですけど、そういう政策を基軸にやっぱりもう一度野党共闘を作り直すと、で野党共闘を妨害する勢力にはちょっとどいてもらうと、そうしないと、で私は共産党を排除するのは納得いかないんです。共産党単独で政権作るったらちょっとみんなこれ警戒すると思うんですけれども、共産党はそういうこと言ってるんじゃないんです。で、政治と金の問題でも一番こう切り込んでいるのは共産党ですから、みんなで新しい政治を変えようとするときに共産党と手を組まないという理由はないんです。ここで排除する理由ないので、共産党も含めて、でそれが嫌だという人はむしろ自公が言ってもらってですね、野党共闘を作り直すと、そのためには立憲民主党に変わってもらわなければならない、先ほどお話聞きました原口先生がどうやら立ち上がってくださるということのようですので、ぜひ期待しておりますけれども、2009年今日 の, あ の, この会合のタイトル、私は鳩山政権の誕生と崩壊がちょっと不十分と、鳩山政権の誕生と崩壊と再生と、これをちょっとつけてほしかったなというふうに思っています。鳩山先生には、もう一働きというかですね、日本の政治を立て直すためにご尽力をくださいとお願い申し上げまして、私からのご報告とさせていただきます。どうもありがとうございます。植草先生、非常に分かりやすい本質をついたですね、貴重なご報告をありがとうございました。はい、続きまして、川内先生に、お話をいただきますが、はい、ちょっと準備がありますのでお待ちいただきます。はい、それでは川内先生にですね、ご報告をお願いしたいと思います。鳩山先生のお話の中にもありました、テニアにもですね、ご訪問されてですね、県外施設ではない国外施設にも尽力された、方であります。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ご紹介をいただきました川内でございます。今日は鹿児島から朝飛行機に乗って、やってまいりました。鳩山政権を再評価すると、さっき、鳩山由紀夫先生が、鳩山由紀夫さんがもう15年も経ってしまってるけどねというふうにおっしゃられたんですが、この、先ほど、鳩山先生が総理がお配りになられたですね、自分が総理大臣としてこういうことをやるんだよということを、したためたマニフェストの1ページ目ですね。一つ一つの命を大切にする、他人の幸せを自分の幸せと感じられる社会、それが私の目指す友愛社会です。税金の無駄遣いを徹底的になくし、国民生活の立て直しに使う、それが
民主党の政権交代です。命を大事にすることも無駄遣いをなくすことも当たり前のことかもしれません。しかしその当たり前が壊れてしまっているのです。母子家庭で修学旅行にも高校にも行けない子どもたちがいる。病気になっても病院に行けないお年寄りがいる。全国で毎日自ら命を絶つ方が100人以上もいる。一体この国のどこに政治があるのでしょうかと、こうおっしゃっていらっしゃるわけですね。これ15年前の文章です。15年経ってさらに悪くなってるでしょ。さらに状況は悪くなってる。鳩山総理が先ほどおっしゃられた所信表明演説の最初の言葉は、守りたい、命を守りたいと願うのですというのが最初の所信表明演説の発言でした。で、所信表明演説というのは閣議決定文書です。閣議決定文書、政府の方針なんですね。政府の方針として命を守るということを宣言した所信表明演説は、過去101代の総理大臣が出ていますが、93代内閣総理大臣である鳩山由紀夫さんの演説しかないわけです。個人に、国民一人一人に着目をし、あなたの命を守るからねと宣言した所信表明演説は、鳩山由紀夫内閣総理大臣の所信表明演説以外にないと。すなわち基本的人権をどこまでも守るからねと、一人一人の生活をどこまでも支えるからねということを政府の方針として、閣議決定した内閣というのは過去日本の憲政史上なかった。だから画期的だったし、だから潰されたと。一人一人の人生とか命というのは生物学的な命ではなくて、人間として社会に生きる一人の人間としての命を大事にするという意味ですから、そういう意味では、そんな一人一人の生活なんかで、命なんか別にどうだっていいんだと、そんなこと言ってる間に戦争に行けと、そんなこと言う間に命を投げ出せというのが、そもそも自民党の先生方の基本的な考え方であると。そこはもう決定的に違っていると。だから潰されたわけですけど、鳩山先生はですね、もうなんか引退したような気になってるんですけど、その鳩山内閣の時より状況悪くなってるんですから、奮起しなきゃいけないと思うんですね。私は、いや別に よいしょしたりしようと思ってるわけじゃなくてですね、だって鳩山由紀夫さんの発信力ってすごいじゃないですか。正月2日にさっきツイッターのことをちょっとお話になられたんですけど、志賀原発でね、火災が起きたらしいと、とんでもないというツイートをしたらですね、これ4000万人ぐらいとか見てるんですね。で、いや火災なんか起きてねえんだと、でだめ言ってんじゃねえみたいなことを言う人たちもいるわけですけど、私はですね、志賀原発に行って確かめてきました。確認してきました。もう鳩山さんの不名誉を晴らすためだと私は何でもやるんですよ。この私の資料を見ていただくとですね、能登半島地震による志賀原子力発電所の現況についてという資料をつけてまいります。これですね、私が1月15日にある意味ですね、北陸電力さんも立派なとこあるんですね。私が
事前にアポ取っていくとですね、絶対会ってくれないと思ったので門のとこまで直接行ったんですよ、志賀原発ので、いやちょっといろいろ話をお聞きしたいんで、話できる方どなたか出てきていただけませんかねと申し上げたらですね、2人さすがに中には入れてくれなかったですけど、あの門の外でですね、寒い中でちょっといろいろ話を聞くことができたんですけど、その時にもう要点だけ言いますね、志賀原発の変圧器で火災は起きていないということを断言できますかとお聞きしました。断言できませんとおっしゃいました。調査中ですと。それはなぜかというとですね、あの2トン、あの私なんか現場行ってですね、いろいろ聞くと現場の人はですね、正直ですからいろいろ教えてくれるんですよ。変圧器っていうのはあのコイルが中ずっと巻いてるそうなんですね。コイルがそのコイルがショートしないように、全部変圧器の中は絶縁油、油で満たされていると。その油がですねバーッと揺れるとですね、中の内部の圧力が高まるのでですね、そのここに私がアンダーラインを引いてきたように、高圧板および高圧弁の動作、要するに圧力逃がすためのですね、いろんな機械が弁が作動すると、圧力が高まるとですね、そうするとそういう大きな音がするんだそうです。だから爆発音みたいなものがしたんでしょうと、でしょうと、ここも仮定ですけどね、こうおっしゃいました。じゃあなんで油が漏れたんですかと、高圧弁が落ちるというのは分かるけれども、なんで油が漏れたんですかと。12トンのうち油が12トン入ってるそうなんですけど、その変圧器の中に油が2トン漏れてますから、上から6分の1のところに穴が開いてらっしゃるんですね。だから 12×6 分の1で2トンの油が漏れたと。 でその2トンの油が漏れたその穴は何で開いたんですかと。もしかしたら火災のようなものが起きたのかもしれませんよねと。いやあのだから官邸には火災のようなものが起きているかもしれないということは報告したと。火災のようなものが起きているかもしれないということは報告したと。でそれをまあ林官房長官は火災であると、火災が起きたと、そして鎮火したというふうに会見されたんでしょうけど、だけどもあのその穴が開いてる理由っていうのはまだ分からんと、調査中なんですということを言って、だからあのもしかしたら火災だったかもしれないんですよ。なぜならですね、その放圧弁が落ちるとすぐ変圧器の上にあるスプリンクラーがバーッと水を落とすので、すぐ火は消えるように、まあ、そもそも仕組まれているのでですね、もしかしたら火災だったかもしれないし、そうでないかもしれないということでですね、まだ真実は何一つ分かっていないというのが正確なところでですね、だけども鳩山さんがこういうことを書いた途端にですね、ものすごい攻撃を加えるわけですよね。息子さんまで攻撃加えてましたけどツイッター上で親子喧嘩してんじゃねえよみたいな話なんですけど、だからそのくらいですね、あの鳩山由紀夫さんというのは私は影響力を持っている。なぜなら15年前の一人一人の人権を大事に守っていくよと、日本の国の政治や行政を根底から変えるよということに対する、資本側のですね、あるいは権力側の恐怖というのは大変なものが今でもあるんだろうというふうに思うのです。だからあの一生懸命鳩山政権はダメだった、ダメだったとものすごい一生懸命言うことによって、鳩山政権が目指そうとした基本的人権が大事だねと、みんなの命が大事だねと、みんなの自由が大事だよねという、その哲学や理念さえをも
否定しようとしていると。その哲学や理念はですね、絶対にこの国を良くしていくために必要なものであって、だからこそ鳩山由紀夫さんという人を再評価しなければならないんだというふうに思うんです。一人一人の人を大事にしない自民党政治の現象面での現れ方っていうのは、能登半島の初動の遅れでもですね明確なんです。東日本大震災の時は地震発災1時間後に、緊急災害対策本部というのが会議が開かれてですね、地震後1時間ですね、緊急災害対策本部、災害対策基本法上一番上の会議体が緊急災害対策本部、その次が非常災害対策本部で、3番目が特定災害対策本部で、3段階あるんですね。一番上が緊急です。で、東日本大震災の時には民主党政権は1時間後にその緊急災害対策本部を開いた。しかしこの岸田内閣は地震の発生が16時10分、そこから5時間経ってやっと特定災害対策本部を開いてます。特定災害5時間後にですね。で、長谷さんは、まあ、東京にいたわけですよね。で、明日の朝一で、要請しますとかなんとか、わけのわかんないことを発言してたらしいですけど、で、岸田さんもあ、これはまずいと、特定災害対策本部じゃまずいと思ったんでしょうね。元日の夜中12時ぐらいに、非常災害対策本部を設置すると格上げするということを夜中に発言し、でも実際に会議を開いたのは翌日の朝9時と、だから非常災害対策本部まで17時間地震発生からかかってるんです。これ初動の遅れ以外の何者でもないんですよ。初動の遅れ以外の何者でもないんです。だって災害対策本部、特定災害対策本部というのは本部長は防災担当大臣ですから、総理大臣じゃないんですよ。非常災害対策本部になって初めて総理大臣が本部長になるんです。防災担当大臣では他の大臣に指揮命令できませんからね。決められたことしかできないんです。内閣総理大臣は各閣僚を指揮統率して災害対応に当たることができる。そこはもう完全に初動が遅れているんだけども、いや遅れていないと。だけどマスコミも含めて誰もそんなこと言わないでしょ。今もう全部支配されてるからですね。あれは裏金事件も安倍派と二階派と岸田派で5年間で17億円裏金があったって、この前地元紙に大きな見出しで出てたんですけど、あ、表になった裏金が17億円ですから裏金17億円じゃねえだろうと私思ったんですよね。表に出た裏金が17億円で、なんかどっかのテレビですね、モーニングショッカーなんかでですね、私も今ほら落選中だから暇だからテレビばっか見てるわけですよ。でモーニングショーでですね、自由民主党さんの政治資金がですね、企業団体献金は1割しかないと、こう出してたんですよね。まさかそんなわけねえだろうと私は思ったんですね。1割しかなきゃ企業団体献金廃止すればいいじゃないですか、なくせばいいじゃないですか。表に出ない、まだバレてない裏金が山ほどあるから、それはやめられませんと、やめられませんわーということになっているんじゃないのと。だから安倍総理大臣もそれこそ所信表明演説で、日本を企業が世界一活動しやすい国にしますと、企業が世界一活動しやすい国にしますと
所信表明演説でおっしゃられたと、発言したと。これ閣議決定ですからね、所信表明です。内政府の方針として企業が一番なんだと。企業を活動しやすく、まあ、この場合の企業は大企業あるいは多国籍企業ですけどね、そこには国民とか一人一人の国民の人生とか命というものはどこにもないわけです。だから変えなければならないのではないかというふうに思っているんですけれども、私はですね、なんでちょっとここからはですね、ちょっと意外なことをお話しするんですけど、なんでそういうふうに、なってしまうんだろうなというふうに思うとですね、日本人というか今までの日本の支配層、先ほどから植草先生もおっしゃっていらっしゃる政官行学伝ですか、政伝、米官業政伝ですね。そこにこう根強い差別思想と差別意識というものがですね、庶民とか弱い者に対する差別意識というものが救っているからと、政官業米伝の支配層の皆さんの中に救っているからではないかというふうに思うんです。基本的人権などはどうでもいいと、そんなものはどうでもいいんだと思う人たちが支配層の中にいらっしゃるわけですね。だからちょっと私の資料の次のページを見ていただきますとね、私の時間がもうそろそろ終わってしまうんですが、自由民主党所属政治家たちの言葉としてですね、私を右翼の軍国主義者と呼びたいならどうぞとか、我々は多数の民意を受けないとまず国会議員になれない、しかしそれによって得た人気においては多数の意見に従うわけではありません、民意なんかどうでもいいと、みっともない憲法ですよ、ナチスの改憲手口を学んではどうか、国民が冷静な議論などできるのか、国防軍にしよう、兵役を拒む者は極刑になる、デモはテロと同じ、憲法を安保法案に適合させる、立憲主義なんて聞いたことがない、立憲主義を守ると国が滅ぶ、そもそも国民に主権があることがおかしい、天賦人権論を取るのはやめようというのが私たちの基本的な考え。これ全部自民党の政治家たちがいろんなところで発言している言葉ですからね。こういう人たちがいらっしゃるわけですね。じゃあなんでそういうことになるのかというと、1948年に優生保護法という法律が成立しています。優生保護法、要するに劣悪な劣った人々の子供が世の中に残っていかないようにしようねという、優生保護法という、もう天下のクソみたいな法律ですけど、でもこの1948年の優生保護法は共産党まで含めて全会一致で成立してるんですよ。国会で衆参全会一致で成立して1948年で、そこからですね、法律の中に白痴とかネクラとか推しとかですね、もうひどい言葉がいっぱい法律の中にあったのを障害という言葉に、統一するんですけれども、障害の害の字、漢字は表意文字ですから、ずっとその漢字を使い続けることによってある一定のイメージを人間は植え付けられるんですけど、障害の害の字にですね、1955年に文部科学省文化庁が武漢森の害の字を使えと、要するに、有害とか殺害とかそういう害があるというですね、武漢森の害の字を1955年に文化庁が
漢字としては浮かんぶりの害を使えということを通知通達をするということでですね、日本の支配層にはそういう根深い差別意識というものが救っていると、黙って言うこと聞いてればいいんだと、ただ黙って働けばいいんだと、そして税金払えと保険料払えという、そういう思想がずっと続いていると。そこに第93代大統領、大統領じゃない、内閣総理大臣として現れたのが鳩山由紀夫さんで、その人が命を守りたいと、みんな一人一人を大事にするよって言ったもんだから、これこんな政権が続いたらとんでもないことになると、で総掛かりで潰したと。まあ、その鳩山内閣で総務大臣をお務めになられた原口さんがこの後お話をされてですね、鳩山政権での原口さんのお仕事とかその後のご苦労なども お話しいただけると思うし、だからこそ原口さんの気持ちの中にもですね、現在の政治状況について期するものがおありになられるだろうというふうに思うのです。で、私自身も、民主党政権が崩壊し、鳩山政権が崩壊してからですね、大変もう選挙でも苦労しているし、前回も落選をしているし、でも日本の政治を変えるためにはですね、何が何でもしがみついて頑張らなければならないというふうに思って、今日々、一軒一軒回りながらですね、活動しているところなんですけど、ありがとうございます。この前ですね、ある3階建ての立派なビルのですね、立派なビルのお宅にお邪魔したらですね、ピンポンで、知らない人のお家なんですよ、ピンポンでしたらですね、あるおばあちゃんが出てきてですね、うちはねと、商売屋だったの、だから商売屋だからもともと自民党なのよ、だけどもう今昔の自民党と違うと、バカ岸田だと、これ私が言ったんじゃないですか、バカ岸田だと、バカバイデンだと、バカプーチンだと、バカゼレンスキーだと、バカネタニヤフだと、みんなをバカ呼ばわりしてですね、戦争ばっかり従ってと、庶民の生活はどうでもいいのかな、あの人たちはと、本当に、このまま行くと、日本はもうすんごいお年寄りですよ、日本は昔戦争で負けて本当に惨めな生活をしたんだよと、その惨めな生活の中から私たちは一生懸命頑張ってここまで来たのに、また同じことしようとしていると、そんな人たちにあんたたちも任せといちゃダメでしょうというふうに葉っぱをかけられました。何が何でもやり抜く覚悟でおりますので、ぜひ鹿児島にお知り合いがいらっしゃったらですね、川内さんに一票入れてあげてねというふうに、お伝えをいただきたいというふうに思いますし、鳩山由紀夫先生にはですね、私は原口さんとともに奮起をさらにしていただけますようにお願いを申し上げさせていただいて、私からのご報告にさせていただきたいというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。川内先生ありがとうございました。川内先生は先ほど志賀原発のことも言われていましたけれども、福島原発にも2回入ってですね、内部が破壊されている映像を自ら撮られて、アップホームページにもアップされているということであります。また先ほど鳩山先生のお話の中にもありました、最後に徳之島案が潰された外交文書についてもですね、その存在を外務省にですね確認することもですね、されているということでご紹介させていただきます。はい、それでは次にですね、もういいです、そのまま川内さんと同じスタイルでやります。
はい、それではあの次にですね、荒口和弘先生、鳩山政権の総務大臣でありですね、今最も注目されているあの YouTube をね、情報発信をされている、方であります。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました衆議院議員の原口和弘です。この場に立てたことをすごく嬉しいです。実は今日1月27日1年前、私はがんの宣告を受けた日です。悪性リンパ腫だと。でこの悪性リンパ腫は微慢性大細胞型 B 細胞リンパ腫といって、非常に足が速い、1年生きられる人がどれぐらいだっていう話を受けました。その時に思いました。私は鳩山内閣で総務大臣、地域主権担当大臣をさせていただきました。心から誇りに思います。鳩山内閣のナンバー3になれた。21世紀の代表たる総理大臣を一人挙げようと言えば、それは鳩山由紀夫さんです。鳩山由紀夫さん。韓国に行かれて土下座をしたと、なんてことするんだという人がいますが、皆さん、キリストが十字架に貼り付けにされて責める人がいますか。誰が私たちが犯したあのむごい戦争の誤りを土下座までしますか。他に誰かできますか。できないと思います。私はその内閣でナンバー3、そして鳩山内閣で何を目指したか、それはもう今川内さん、それから植草先生がお話になりました。私は佐賀の出身なんですが、初代の司法教の江藤新平公は、全ての法律のもとは人権にあるということを言っています。人間の尊厳です。鳩山内閣が目指したのは一人一人の命であり、人間の尊厳なんです。今川内さんが障害者と話をしましたね。私たち民主党はですね、今日たくさんの方々にこの名刺を差し上げました。ご覧になりますか。この名刺はですね、上に花が添えてあります。障害を持った方々が一枚一枚添えてる佐賀の和紙にですね、花を。で、なんでこんなことをやるかというと、鳩山内閣、私たちが目指した社会、私も友人にですね、私は学校で心理学、社会学と法学と学んだんですけども、心理学の同級生にこういう同級生がいました。今僕は立ってこうやって話をしてますけども、口が聞けないんですよ。言葉が出ない。それから手も足も動かない。彼は何やってるかっていうと、たくさんの人たちの苦しみを軽くしてるんですよ。え、どうやって軽くできるんだと。こういうコンピューターに自分の目を、目の動きですね、読ませて、上を向けば左を向けばいいっていうふうにして音にしてるんです。彼はこう言いました。できないことが問題なんじゃないんだ、できることが大事なんだ。自分は目が動くんだ。この目の動きでもって、たくさんの人たちの苦しみを軽くすることができる。鳩山内閣は そういう内閣なんです。鳩山内閣が目指したことはそういうことです。私たちは障害者って言葉を使いたくない。これも川内さんがおっしゃいました。触り会社と書いて障害者、害虫の害、ひどい言葉ですよ。ジョン・F・ケネディはチャレンジドっていう言葉を使ってました。チャレンジド、生まれながらにしてさまざまな課題に挑戦する人たち。私も自分自身が障害を持ってました。難病でした。目の色が青いもんだから、なんでなんだろうと思った。やたらと骨が折れる、なんでなんだろうと思った。だけどそれが分かったのはもう大臣を辞めた後でした。できないことが問題なんじゃないんですよ。私はまさにこの友愛の精神というのは明るくあったかい。今暗く冷たいですね。どうですか、沈む船の中の椅子取りゲームやらされてるじゃないですか。そして
国民には増税、自分たちは脱税、よくやるよと思いますよ。あんだけ脱税してね。だから私たち国会議員はですね、自分の収支資産を全部出すんですよ。どう考えたって私の方が所得上ですよ。だって本書いたりいろいろやってるから。 YouTuber もねあ、この中で私の YouTube 登録してくださってる方、おすごい、してない方はどうぞ早くやってください。朝5時からやってるんです。それはなぜかというと、電波オークションを鳩山内閣で入れようとしました。電波オークションだけでですね、大体5兆円なんですよ。総理もおっしゃいましたけども、私たちは記者会見のオープン化しました。政務三役会議を全てリアルタイムで出しました。なぜか、利権の官庁にまみれたらダメだからです。全てを国民との間の共同でやろうとしたわけです。5兆円、その時言われました。悪魔のような総務大臣悪魔のような総務大臣。だって皆さん5兆円分払わなくていいんですよ。電波オークションすればクロスオーナーシップ規制っていうのを鳩山内閣で法律を作りました。おかしいでしょ。新聞もテレビもインターネットもみんな同じ資本だったら今みたいになるじゃないですか。それをバラバラにして、言論の砦っていうのを作ったんです。戦争に向かう時にはどうやって戦争に向かうかっていうと、まず何を奪いに来るか、言葉を奪いに来るんですよ。今池田先生ここにいらっしゃいますが、私はここに WCH、 これワクチンの問題でですね、毎日毎日どんだけの方が亡くなってます。6回も7回もワクチン打ってる国はどこにあります。そしてレプリコンだ、今度地方はワクチンの定期化になりますね。そしたらどうなります。さっき帯状疱疹って言われましたけど、どれだけその影響で出てます。どれだけの人が亡くなってます。でも寄り添う仕組みないんですよ。今それを作ってるんです。私は鳩山内閣が崩壊したって絶対思ってないんです。思ってないんです。去年の今、自分がもうあと命3ヶ月だと思った時に、ナンバーワンとナンバーツーはもうバッチつけておられないんです。私しかいないんですよ3番目は。死んでたまるかと思ったんです。死んでたまるかと、絶対生き抜いてやると。そしてこんな日本を残して26年間国会議員でございましたって言えるかって、言えんでしょ。鳩山内閣で目指したものは、日本を、後で言いますけども、3000年ぶりにですね、世界のパラダイム、これを変えようとしたんです、私たちは。どういうものかというと、大規模独占集中搾取。人類が生まれてから全部このパラダイムなんですよ。奪い合う。殺し合う。そして、よそまで行って、さまざまなものに支配していく。それはなぜかというと、エネルギーの状態でいうとですね、ちょっと難しい話になるんで、5分だけもうよそ見ててもいいですよ。これは私たちが、人間が自分がエネルギーを取り入れるっていうのはできません。できるのは植物だけなんです。光合成ってなりますね。だから例えばナイル川を管理した人はファローって言われるわけです。あれ何かっていうと、太陽の光とナイルの水と、それを地産地水で管理できて独占した人があれだけのピラミッドが作れるわけです。皇帝、中国いますね。あれは揚子江だとか黄河だとかを管理できた人なんです。そのパラダイムは全部大規模独占集中搾取なんです。江戸時代、私の佐賀は36万石です。この石数っていうのは何かっていうと、1年間にエネルギーを独占できる数なんです。だから明治維新ができたわけです。鹿児島の
まさに河内さんのところと私のところはいとこ同士です。あの薩摩の島津成明と鍋島直政はいとこですね。あれだけのことができたのは独占してるからなんです。ところがこれが変わったのがまさにあの明治維新です。明治維新は何かというとたった4杯で夜も眠れずっていう蒸気船来ました。あれはエネルギーの言葉で言うとそれまでフローで1年間に降り注ぐ太陽がそれを独占してた人たちから今度はストック、地下に石油や石炭があるわけです。あれはエネルギーのタイムカプセルです。あれを掘り出した人たちが来るから勝てるわけないんです。蒸気船で来てペリーが来た、たった4隻ですよ。それが江戸幕府が壊れる大きなきっかけになったんですね。でも人間は石油や石炭じゃ止まらなかったんです。石油や石炭じゃ止まらなかった。次何を目指したか、太陽そのものが欲しいと思ったんです。それが原発です。原発はコントロールできないんです。鳩山内閣ではここにも徹底的に挑戦したんです。エネルギーの固定価格買取制度です。これを入れたのは鳩山内閣です。ところがろくでもない戦争やそれからディープ勢力がいてですね、大規模のところを外したんですよ。だからメガソーラーってあるじゃないですか。メガソーラーって何かというと人の頭の上に太陽ってみんなに等しく降り注いでるにもかかわらず人の頭の上に傘さして、そして富を奪っていく仕組みなんです。だからダメなんです。変えなきゃいけないんです。僕ら法律を鳩山内閣の時の法律に、鳩山内閣は崩壊したんじゃないんです。鳩山内閣は後ろから撃たれたんです。さっき総理が65回入り問題の話をされましたね。あの時僕は閣僚席に座ってました。参議院の予算委員会でした。後ろに総理にですよ、まだあんなこと言ってるって言ったバカ閣僚がいるんですよ。後ろを見たよ。さっき植草先生がおっしゃった4人のうちの2人がいた。ディープ勢力に負けてるんですよ。財務審議協、消費税なんかなくさなきゃダメなんですよ。あれ第二法人税ですよ。強きを助け弱きをくじく税なんですよ。人件費にかかってるんですよ。あんなもので社会保障税の一体改革とか言ってる、それと決別しなきゃいけないんです。鳩山内閣はさまざまな政官業の癒着、巨大なものが癒着しているものと戦ったんです。アットカツシステム、これは皆さんのお手元に私が総務大臣の時のあれを出してますんでご覧になってください。アットカツ補助金、紐付き補助金に毒虫がいっぱいついてるわけです。アットカツ天下りすごかったです。天下りでそこに予算がくっついていくんです。こんだけ食われてたら、だって2年で回って退職金額4000万ですよ。一生のみんながもらうようなお金をたった2年でもらうんですよ。 T 特別会計、私たちは河内さんや渡辺修君やみんなと国会 G メンっていうのを作ってました。民主党国会 G メンです。トップは殺害されました。21年前です。石井幸喜さん、特別会計の闇、そしてある宗教団体を追っかけてました。彼の段ボールを21箱見た。字が汚すぎて読めん、うん、でもあの1週間前に、彼が亡くなる1週間前に、私はたまたま衆議院の 今新しくなりましたけど古いところでですね、彼に会いました。一緒にご飯食べたんです。それが彼との最後でした。彼は何て言ってたか、原口君、アメリカで本を出すんだ、これで自民党政治も今の内閣も終わるんだと言ったんですよ。幸喜さん、それを今僕に言わないとダメだって。
今言わないと何が起きるか分からん。あの時検察不祥事もあって三井玉木さんね、で僕らはいっぱい追及してたからどれか分かんなかったんです、うん、鳩山総理がそのターニャ石井さんのですねご遺族の それもご自身で保管してくださってます。今これを電子化しようとしてるんです。電子化する中で石井幸喜さんを殺害した殺害犯は捕まってますよ捕まってるけども後ろにいる人間は笑ってるんですよ、逃げてるんですよ。21年間、僕らはそれに追及できてないんです。命がけでやってきたんです。予算委員会だってそうです。川内さんのように自分の体を張ってやる人間ですね、ある男がこう言ったんです。俺はね、ああいう色物発言しないんだと。色物質問しないんです。何が色物だと。自分は隠れて政策なんか分かりゃせんのに適当なこと言うなと。僕はその人間を二度と許さないです。命を張ってやってきた人たちを今集めてます。今の政党が僕はベストだとは全然思わない。なんとなればこのワクチンの問題も後ろ向いてるからだ。あるいはディープ勢力、今回のウクライナのことについても何も言わん。そんなんでやれるわけないじゃないですか。しかし皆さん安心してください。ディープ勢力ももうかなり弱ってますよ。今日テキサス25の州が彼らを支援するということで、残念なことにアメリカはシビルウォーに入るのかも分かりません。内戦です。岸田氏は43兆円の防衛費増って言ってるけど、あの中身ご存知ですか。ほとんどガラクタじゃないですか。鳩山総理を陥れた65回り問題120キロ、あれも総理から私呼ばれたんです。なんでか、自分の時は65回りだと言っていたけども、原口君佐賀に移すんだって。佐賀って普天間から120キロじゃ行きませんよそれだったら鹿児島より近いことになるよね。おかしいじゃないかと思って持っておられた文書見ました。あの時外務省は監査をする、特別査察をするって言ったんです。2人の人間の名前がそこに書いてありました。その人間どうなったと思います。僕はこの間ね、アメリカに北東アジア非核兵器国際条約議員連盟の総会で行って一人に会いました。えらい出世してましたもうめちゃくちゃ偉くなってますから、ね、めちゃくちゃ偉くなってた。それを叩き潰すんですよ。今一機5億のトマホーク買ってるでしょ。400機、あれ僕らが佐賀から、あるいは鹿児島から飛んでくる飛行機より遅いですよ。それでマッハ27をどうやって落とせます。オスプレイこれ1機220億します。今佐賀空港を作ってます、一生懸命。220億で17機、そして20年間の維持費が4600億です。たった24人しか運べないその未亡人製造機と言われるものに対してですね、1兆円使うんですよ。それ佐賀だけで。そして普天間は今いくらかかります。あれこれから40年かかるんですよ。いくらかかります。5兆円かかるってこの間屋良さん言ってましたよ。90メーターの深いところを埋める技術はないんです。アメリカのガオを見てみてください。これはできない。1200メーターでオスプレイ飛べないですよ。飛べないものを作ってるんです。彼らがやるのは何かといえば、つまり工事歩きなんです。団体にお金出さなきゃいけないんです。私たちは鳩山内閣で子ども手当を成立させました。それものああでもないこうでもないって邪魔が入りました。愚か者めって言った人間今どうなってます。中抜きしてんじゃないですかどっちが愚か者めだって、ね、
彼らの構造簡単なんですよ。団体に流さないと裏金取れないから。例えば僕らは今燃油高ですごく困ってます。さっきも来るときに農家の方がもうやむっばいと、やめるばいって言いました。でもその時にね、本来だったら消費税をなくして、あるいはトリガーっていう 25.1 円減らせばいいじゃないですか。減らしたらそこに行かんでしょ。だからなんと 11.8 兆円もかけて業界団体にお金を補助金をやってるんです。あれ 25.1 兆円 1.5 兆円でできるんですよ。鳩山内閣のさっき総理がマニフェストっておっしゃいました。私たちはたったの9兆円でマニフェストを諦めさせられてるんです。マニフェストって単なるウィッシュリストじゃないんですよ。これはやります、あれはやりますじゃないんです。ちゃんと財源と、そして税源を、そして道筋を示したものなんです。こんな選挙をやったのは日本の歴史史上私たちだけなんです。ところがディープ勢力とその傀儡とうちにいる者たちが、それをさっき植草先生は実名を挙げられました。皆さん300人いた私たち衆議院議員の仲間は50人台に減ったんです。鳩山内閣で勝ち取った1期生143人いました。2012年の選挙では1桁しか戻ってこなかったんです。それでまだノーノーと国会議員でございますって言えますか。僕らは内なる者とも戦ってるわけです。さてもう時間が過ぎてきましたんで、私は3つのことをやってます。3つの平和の理念のもとで、鳩山内閣で教えていただいたものをもとに活動をしています。3つの平和の理念というのは何かというと、戦争、暴力、抑圧、差別のない社会的な平和、2つ目は地球環境の平和で、この地球環境の平和もこれも植草先生がおっしゃいましたけども、ダボス会議とかで言ってるのはやたらと怪しいですよ。温暖化、農業をやったら温暖化になるんですって、とんでもないですよね。とんでもないです。そういうのに騙されちゃダメです。彼らがやってるのは今回の WHO のパンデミック、これトリーティーじゃないですよ、条約じゃないですよ、これ合意ですよ。パンデミック合意、あれ見たら反社の言葉で言うと、お前の島はこっちだ、俺の島はこっちだと、俺はここでしのぎするから、すいませんね、汚い言葉で。わかります？わかりやすい。先生、反社の人だから。だから、こんな風に分け前やるぞっていう、そんな中身じゃないですか。もう、デタラメですよ、デタラメ。ワンワールドじゃないんですよ。ベタワールドなんですよ。ベタウェイなんですよ。それぞれ自分たちの道に沿ったものをやりましょう。私たちは地域主権改革っていうのを鳩山内閣の一丁目一番地でご指示をいただきました。地域主権改革っていうのは地域に主権があるっていう改革じゃないですよ。第二次世界大戦でなんで私たちが亡国の戦争に行ったか、それはみんなが分断されたんです。格差が広がって、そして格差による怨嗟をもとに社会がボロボロになってくるわけです。ファシストは一番好むのは何かというと格差なんです。よく大阪あたりの見せかけ行政改革の人たちが、ね、身を切る改革って言ってでしょ。あれ自分の身じゃないですよ。自分の身は太ってんじゃないですか、あのカジノと、ね、万博で。お友達が太ってんじゃないですか。国民の身が削るんです。民営化、嘘言っちゃいけません、民営化利権じゃないですか。で、身を切る改革ってのはそんなんじゃないんですよ。鳩山内閣がやったものはこの150年にも、さっき言った3000年にも及ぶパラダイムを変えること、それから150年僕らの先祖が明治維新をやった、しかしそれも薩長藩閥政府によってボロボロにされてったんです。そして行政は無病性って言って間違いませんっていうことをやったわけです。間違いばっかりやってるんです。
それを政治主導にするんだっていうのが鳩山内閣です。私たちは一斉目総理にご指示をいただいてですね、仕分けもやりました。仕分けはでも失敗したところはあった。あれ中心にいたのが財務審議協の人たちがいたから、僕は総理にその時に申し上げました。まあ当時は財務審議協っていう名前はないけども、財務省だけ仕分けられてませんって言ったんです。財務省だけ特別会計、いわゆる外為特会とかそういったところだけ仕分けられませんって言ったら、総理は分かった、もう一回やろうっておっしゃったんです。ところがその時にはもう総理が別の人になってた、もっとひどい仕分けになったわけです。証言をしておきます。総理はそれはやらなきゃいけないとおっしゃいました。国地方協議の場っていうのも作りました。国と地方はですね、国の奴隷じゃないんですよ。独立したまさにテキサスじゃないけども、地域に主権者である地域に最も近い存在なんです。その存在を主権者としての役割をさらにさらに頑張っていただこうっていうのが地域主権改革なんです。総理の一言で私たちは国地方協議の場ができました。一括交付金ができました。一括交付金は自民党の人たちのおかげで全部なくされました。でも沖縄が残ったんです。沖縄残って何やってるかというと、子どもたちの教育にそれを一生懸命お金を使ってるんです。紐付き補助金じゃなくて、私たちは温かい、これドイツ語で言うとゲマインシャフトって言うんですね、共同体、利益の、まさに利益団体ではなくて共同体を作るということをやってるわけです。それは150年続いた、一回地方にお金を集めて地方に分配して地方を自分たちの奴隷のように使う、この中央集権をぶっ壊す試みだったわけです。さっき川内さんがおっしゃった障害者政策も私たちは基本本から変えました。障害者、それまで何法って言ってたかご存知ですか？消費者、何法って言ってたか？消費者保護法って言ってたんです。障害者保護法、おかしくありません？権利の主体である障害者がなんで誰から守ってもらってるんですか？誰から守ってもらってるんですか？主語と主客が逆転してるでしょ。それを全部変えていったのが鳩山内閣です。変えていったんです。つまり川内さんが言ったように、主役は国民です。人間の尊厳を中心に全ての法体系を変えていった。税も変えました。新しい公共税制っていうのを、これも総理に、政府税調の席で総理にお願いしました。総理、民主党のマニフェストに入っていたこれをまだやってませんって僕は総理にお願いしたんです。そしたらやりなさいって言ってくださいました。それが新しい公共税制です。公の利益、公益は何も公務員だけの専売特許じゃないんですよ。 NPO、 皆さんが寄付をしていただいて、そして国民一人一人に、住民一人一人に寄り添う NPO 税制を作ったのも鳩山内閣です。私たちは日本を変えようとしてるんです。そしてそれは終わってないんです。今からです、今からです。全然終わってない。今のような状況でもう立ち行くわけないんです。ディープ勢力がいくら何かやろうと思ったって、私もディープステートなんていうのは最初そんなものがあると思ってませんでした。でも2002年に上原康介先生と一緒に、そして川内博先生と一緒に日米地位協定の改定案というのを作りました。アメリカに呼ばれました。アメリカに呼ばれてですね、まあアメリカに呼ばれてというか、アメリカに行った時に歴代の CIA の日本担当という人が僕に会いたいって来ました。かなりご年配の方だったんですよ。で、俺は年取ってるけど明治の生まれじゃないと。
それはわかるわ明治の生まれだったら生まれておらんやろって、ね、そういうあのまだね向こうに行くにはちょっと早い方でした。で、カタカタカで私になんて言ったかというと、原口さん、あなたホストネーションサポートに反対してますね、つまり思いやり予算を思いっきり 減らせって言ってるんです。それからフォーリンミリタリーセールスも反対してるでしょうと。フォーリンミリタリーセールスとは何かというと優勝軍事援助って言って、前金払いのある時渡しの装備品です。岸田氏は安倍さんだって7000億ですごかったね、僕らの時も500億ぐらい買ってるんです、空を自分らで開発できないから。でも安倍さんで一気に7000億になったんです。岸田さんはもうあの人倍だっていうのがやたら好きですね。一気に1兆4000億したんです。その時に私は日米地位協定の改定案を作ったんです。あなたは将来大臣になる人がこんなことやっていいんですかって言われたんです。よく言うよと。今だって 米軍基地から大統領入ってきて何も言わんでしょ。今だって去年一昨日だったかな、メルケルさんが盗聴するなってアメリカに言った時、日本の政治家なんて言いました、盗聴に気をつけましょうって言ったんですよ私自民党時代にですね、すみません、私元自民党なんですよ、青年局長だった。その時に湾岸戦争が起きました。あの時に先輩たちは何やったかというと、ブーツオンザグランド少佐フラッグって言われた時にですね、ああすいませんでしたってお金を出したんです。学校おかしくないですか。青年海外協力隊の人たちは世界で最大の貢献やってるんですよ。なんでそっちを言わないんだと。私は末次一郎先生の弟子ですけども、なんで青年海外協力隊を言わないで、はいそうでございますかって言ったんだと。もうこれでおしまいにします。私は鳩山内閣の思いを継ぐものですし、そして鳩山総理もおられますということは、私たちがやるべきことは3つ。1つは命を守ることです。今の内閣は命を守られてない。例の注射もなくすことです。止めることです、止めることです。そして衰退から成長に、消費税もなくすことです。こんなむごい日本弱体化装置ないですよ。さっき連合の話がありました。どっち向いてやってんだって、どっち向いてやってんだと。賃上げじゃないですか、今から春闘じゃないですか。最も消費税が賃金を下げるんですよ。だって人件費にかけるんだから、人件費に罰則をかけるわけです。そして3番目、これは独立自尊です。まさに鳩山内閣が目指したもの。私たちは主権国家です。私はあの北東アジア非核兵器地帯国際条約議員連盟、モンゴル入ってますね、あの非核のですね傘があるんです。核の傘って皆さん聞かれたことあると思うけども、非核の傘、今日もビキニのさっきあれをいただきましたけども、日本のあの原爆投下はいつ決まったと思います。日本の広島長崎の原爆投下、いや日本に原爆投下するっていうのはこの間アメリカ行って聞きました。1939年に決まっていたと。1939年おかしくありません。太平洋戦争が始まったのは1941年でしょ。2年前になんで決まっていたかっていうことです。僕らが独立自尊っていうと核を持たなきゃいけないっていう核お花畑の人たちがいますが、そんな真逆です。アメリカ6000発、ロシア5000発、中国何発かわからん、北朝鮮もっとわからん。そこに囲まれてる国は日本だけじゃないですか。核廃絶しなくてどうするんですか。もう今7つ、さっきねモンゴルの話を、モンゴルにもご協力いただいてやるんだと。ぜひですね、鳩山内閣のバージョンアップ版を作りましょう。鳩山内閣の中途で今止めてたこと、止まってたこと、後ろから撃たれた、そういう傀儡も一緒に一掃しましょう。
頑張りたいと思います。どうぞありがとうございました。川口先生ありがとうございました。あの魂の訴えが感銘を受けました。どうもありがとうございました。はい、それではですね、あのこの後休憩に入らせていただきます。あの鳩山先生はですねこの後ご用事で退席されますので拍手で、最後何か一言言ってないと思う。言いたいんだ。実はこれから今におられる梶課長連合会の方々が春節のものですから、その大きな集まりがあって大使も来られるということで君にお前も顔出せというふうに言われているものですから、どうしてもそこに顔を出させていただきます。大変あの素晴らしい講演を皆さんしていただいて、心から私もまだ生きてるなと生きていないといけないなと、そうだ、私もおかげで頑張るつもりでいますので、どうぞこれからもよろしくご指導お願いします。じゃあ休憩に入らせていただきます。